雨量計は雨の量を測る機器である。基本的な測定方法は、ロート型の受水器を用いて、降水を機器内に導き、その量を測ることで、降水量を求めるものである。還元地では、受水器などの降水に接する部分に、電熱線、加熱油などを用いたヒーターを備えることで、雪、あられといった氷床による降水も測ることができる、機能を持つものが用いられている。 また、受水器に入る直前、直後の雨滴、氷床が風で飛ばされて、観測に誤差が生じるのを防ぐために、受水器の入り口周辺に除端と呼ばれる小型の防風柵が取り付けられることもある。日本では、気象業務法及びその解放令により、公共的な気象観測には、検定に合格した貯水型雨量計または点灯マス、形式雨量計を用いることとされているが、 両者の違いは、受水器で集めた香水の測り方によるものである。貯水型雨量計には、受水器が集めた香水を雨量マスと呼ばれる目盛りのついた容器にため、その量を目視により観測する貯水型指示雨量計と、貯水槽に導いた香水の重さで記録ペンを駆動し、全米などの動力で回転するドラムに巻かれた、記録紙に貯水量の時系列を自動的に記録する。 貯水型時期雨量計とがある。指示雨量計は、取り扱いが簡単で、ボランティアを募るなどして、安価に観測網を構築できる反面、雨量マスの容量が限界を超えた時点で測定が不可能になり、また、放置すると降水が乗算して測定が不正確になる、ため、有人観測が前提となる。一方、時期雨量計は、 一定量の降水が溜まるごとに貯水槽内の降水を排水する気候を有するため、長期間の自動連続観測が可能である。気象観測用として許容される気礎は、指示雨量計の場合、雨量 10mm 以下において 0.2mm、雨量 10mm 上において、雨量の2%。時期雨量計の場合、 雨量 20mm 以下において 0.5mm、雨量 20mm 上において雨量の3%である。なお、日本の制度では、受水器を持たない雨量を増すだけを用いての雨量の観測は、正規の気象測器を用いた観測とはみなされないため、防災、発表、予報業務などの公共的な目的で行ってはならないとされている。 たとえ観測者を募って行う会員制のサービスであっても観測結果を携帯サイトで公開したり予報製品の開発に利用したりすれば刑事罰に値する違法なものとなる。点灯マス型雨量計、点灯マス型雨量計、雨量計の内部にシーソーの支点上で結合された2つの容器からなる点灯マスと呼ばれる機構を持つ。水器が集めた水は一方のマスに注ぎ込み 一定量が溜まると、その重さによって、シーソーが点灯し、香水は跳ね上がった、もう片方のマスに注ぎ込むようになる。これを繰り返して、1時間あたりの左右交互に点灯する回数を数えることによって雨量が測られる。点灯回数の計測には、点灯マスの重量によって作動するマイクロスイッチや、点灯軸に取り付けた磁石が動くことによって作動する。 リードスイッチが用いられる。カウンター式の磁気装置やパルス発信機を装着すれば、長期間の自動連続観測や遠隔地からのモニタリングが無人で行えることから、日本では気象庁や河川事務所といった公的機関で主力となっている。気象観測用として許容される基礎は、点灯雨量が0 5ミリメートルの場合、 雨量 20mm 以下において 0.5mm、雨量 20mm 上において、雨量の3%、点灯雨量が 1mm の場合、雨量 40mm 以下において 1mm、雨量 40mm 上において、雨量の3%である。レーダーを用いて、降水粒子からの電波反射を観測すると、降水の分布とその強度を求めることができる。日本の気象業務では、 主に気象レーダーの定業各自の観測データ及び国土交通省下線局、道路局が設置する降水観測用レーダーの観測データが使われる。広範囲の降水量を面的に把握できるのが長所だが、レーダー観測だけでは降水粒子の大きさごとの反射強度の違いや風による遺棄の変異などに起因する誤差を避けられないため、実際に発表される情報としては、 アメダスに設置された雨量計による観測結果を用いて補正した解析雨量が用いられる。雨量計を記述した世界最古の書は、紀元前4世紀頃に古代インドのマウリア朝初代、チャンドラグ・プタ王の最小であり、軍師だったカウテリアの書いた実理論である。当時穀物の種まきの時期を決めるために直径約45センチメートルの鉢で、 定期的に雨量が観測された。洪水に悩まされていた中国では、数学者である畑九章が1247年、数書九章の中で各地点に置かれた雨量計の値を使ってどうやって面平均値を出すかを議論した。李氏朝鮮では1442年に第四代国王である清僧が直径14センチメートル、 深さ30センチメートルの制動性の雨量計を製作し、これが現存する最古の雨量計とされている。この雨量計を用いた観測は朝鮮で独立に発達したもので、李氏朝鮮はこれを各地方に配置することによって、世界初の組織的観測網を構築した。この観測は1907年まで宮廷に報告されたとの記録がある。 ヨーロッパで記録が残っている最古の雨量計の記述は、イタリアの水理学者、ベネデッド・カステッリによるもので、雨量計の水位を測定するためのものだった。イギリスでは、1662年に建築家で、有名なクリストファー・レンが、ウェザークロックの一部として、雨量計を設計した。これは点灯マス型で、溜まった雨が、一定量になると容器が傾いて、中を空にする仕組みになっていた。 1677年頃には、イギリスの数学者で、天文学者のリチャード・タウンリーが蒸発による誤差を減らすためロート型の雨量計を開発した。1695年には、ロバート・フックも同様の雨量計を製作し、これは、グレシャム・カレッジで数年間使われた。イギリスの医師、ウィリアム・ヘベルデンは、同じタイプの雨量計を庭と煙突の上と、 ウェストミンスター寺院の塔の上の3カ所に設置して調べたところ庭の雨量に対して煙突の上は80%塔の上は50%の雨量しかないことを発見した。彼は雨粒が地面に到達する数百メートル前から成長するため高度が低いほど雨量が増えるのではないかと推測した。これに対して経済の限界公用理論を提唱したことで 有名なイギリスの経済学者、ウィリアム・スタンデー・ジェボンズは、側面がガラス製の風洞を作り、その中に雨量計を置いて、煙を流して観察し、雨量計に対する風の影響の実験を行った。その結果から、1861年に高所のように風が強い場所だと、雨量計自身が風を強めて雨滴が雨量計を飛び越えるため、 雨量計による雨滴の補足率が下がることを発見した。これによって、雨量を測定する際に、風の影響を考慮しなければならないことがはっきりした。気象庁では、雨量観測の際には、建物の屋上などを避けて、風の影響がない場所を適切としており、雨量計設置場所の近くに、建物がある場合には、その風の影響を避けるために少なくとも、建物の高さの2倍以上、 できれば4倍以上離れた場所を推奨している。ありがとうございます。